おはようございます、本場中です。今日はこの前ね、千葉の野田支店、富士トランスポートの、野田支店から、これ引いてきたこの日野のプロフィアを、今回ね、九州の福岡支店に向かって、走ってます。福岡支店といえばよかとらさんがおる支店ですね。よかとらさんは、今日はちょっとどうしてるんかは一切連絡取っておりません。はい。です。ということで、別にね、僕は、よかとらさんに会いに行くわけではないので、はい。このトラックはね、無事に、福岡支店、フィトナスポーツ福岡支店に、持っていきたいと思います。よっしゃ。ほんまはね、昨日の夕方に出発したかったんですけど、昨日夕方ね、ちょっとトヨタの方でちょっとバタバタしとって、ほんでちょっとね、出発できなかったです。岡村社長にはまあ、11時ぐらいには出発しますって言うとったんですけど、全然、無理でした。はい。出発したのが1時20分で、でちょっとやっぱり眠たいなっていうことで、ここなんか赤松のパーキングで、寝てました。はい。ということで、今からね、ここからも、何時間やろ ?7 時間ぐらいかな ?8 時間かかなと思うんですけど、じゃあ行きたいと思います。皆さん本日もご安全です。落ちた。じゃあ出発しまーす。ふぅ。今日はやっぱりあれですね、土曜日は車多いですね。はい。でこうやってゆっくり出てんねんけど、もうバンバン車突っ込んでくる。こんなゆっくり出てんのにほんまにもう止まってよみたいな感じ。よいしょ。よっしゃ、出た。でもここのパーキングでもうここバックで枠入れるだけでもちょっとまあまあテクニックが必要でしたね。はい。どんなテクニックか。ね、ステバックですね。ステバックを、して入れました。よっしゃ。やっぱりな、わかった。日野のプロヒアのなんかヘッドライトの縁のデイライトみたいなやつ、ずっと光ってるやつあるやん、細いやつ。あれ光ってたらバック全然見えへん。赤見えへん見えへん言うて、赤言うて、なんか一回降りて、あ、オッケーオッケーみたいな感じで、はい。この白い車いっぱい空いてんのになんでそこ行ってもさ、もうちょっとな。よっしゃ、あんな行きまっしゃい。なんかこの3連休ね、3連休なんですよ、大阪は。土日月と、月は、スポーツの日かな、スポーツの日で、こう横浜ジャンクションとかですね、スポーツの日で、大阪は3連休なんですけど、皆さんとかはどうですか。はい。ちょっとね、3連休なんか雨みたいな感じで、特に福岡はなんかさらに雨みたいな天気予報やったんですけどね、とりあえず晴れてるんで、ほなもうこのまま、行きたいと思いまーす。舞鶴と分かれるとこですね、ジョイントです。よっしゃ。ほんだらね、ここセブンイレブンがあったから、セブンイレブンでなんかおにぎり2個とでクリームパンとコーヒーとね、水買いました。まあ食料はなんとかこれで持つっしょ。おにぎり2個とクリームパンあったら夕方まで持つ勢いやけどな。はい。じゃあ、行ってきまーす。はい。この582を野田支店から持ってきました。お疲れ様です。ほんなら、またこっからね、野田支店に持っていくトラックを、出して、
乗って帰りたいと思います。じゃあちょっと事務所行きます。ほんだら今日千葉の野田に持って帰るトラック、この後ろにあるんで、このギガを動かしたいと思います。はい、ほんだら、あ、野田ナンバー、野田ナンバー、よし、じゃあこれを出します。激しいのと穏やかどっちがいいですか？激しいので。激しいの、わかりました。じゃあもう機械の曲をこの後かけたいと思いますので、これからも頑張ってください。この人はありがとうございます。ありがとうね、バイバイ。帰って、私も。じゃあ、はい、じゃあね、じゃあね、よし、よし、よっしゃ。はい、ほんなら、福岡の、支店、富士トランスポート福岡支店を出発します。このトラックはね、また千葉の野田に行きます。よっしゃ。あ、これ右かな。福岡支店、出て、もうこのままね、福岡インターが乗っかって帰ります。はい、ちょっとね、明日も仕事があるんで別件でそんなね、ちょっとゆっくりできないんですけどね。ただいま3時半。じゃあぼちぼち帰りたいと思います。はい、おはようございます。本場中です。今ここは瀬戸のサービスエリアです。懐かしい瀬戸。ほんで、もうシャワーもしてきました。シャワーもして、今から出発します。ほんでちょっとね、千葉の野田から、福岡、ほんで福岡から千葉に持っていくトラックはあのショートキャブなんですよ。これトラックショートキャブで、ほんで野田から福岡行くとき、上で寝ずにもうずっとあのシートを倒して寝とったんやけど、シートそんな倒れへんやんか、ショートキャブって。それでもそう、福岡行くまではもうずっと背もたれ倒して、もう寝てるというか気絶してるような感じで休んどってんけど、今回はもう初めてあの2階で寝ました。あの2階で寝る、なんやろ、こう 段取りというか容量というか、とちょっとないからわからんかったけど、初めて2階で寝て、ほんまに今まで、はい、ここで寝れますみたいな感じで紹介しとったやんか。そう、でも自分的にはなんか屋根低いし、なんか寝るのなんか狭いんかな、でも横幅広いなってずっと思っとったけど、今日ほんまに2階で寝たら、もう僕の正直な感想言うていいですか、めっちゃ寝れた。めっちゃ寝れた、ほんまに。ほんで布団がなかったんけど、布団も毛布も何もなかった、枕もなかったんけど、まあ、ちょっと疲れもあってもうすぐに気絶してんけど、布団とかあればこれ上快適やなと思って、ほんでなんかこうスマホホルダーとかあったら寝ながらゆっくりできるなと思いました。はい、2階良かったです。はぁ、ね、ほんならね、これは、一旦ね、富士トランスポートの阪神支店に一旦行きます。ほんでその後千葉の野田へ出発します。千葉の野田はね、その何時まで持ってきてとかないんですけど、僕の予定は明日の朝一までには行きたいなと思ってます。はい、こんな感じでね、はい、もうあれですよ皆さん、もうこのカラーリングのトラックといえば、もう富士トランスポート野田支店の麦めめさんですよね。麦めめチャンネルさんです。はい、麦めめさんね、もうバッサリ髪の毛落としてしまいましたね。バッサリ行っちゃいました。はい、これはあれですね、寒冷地仕様、ちょっと寒冷地仕様っぽいけど、でもここの枠は鉄やから、あれですね、ガチの寒冷地じゃないですね。いや、知らんけどね、はい、よっしゃ。ほんならね、特にね、ここまで異常も何もなかったんでね、もうぼちぼち出発したいと思います。歯止めがな、なんかこう置き方の容量というか、なんて置き方の容量で、この紐とかをどこにかけるんかなとか思って、もうこの容量がようわからんだけど、とりあえずもう僕はこのエアーのこの空気吸うところの、なんかここの奥のこの奥のステイにかけてます。もうここにかけてます。もうこれね、ええか、
意外とあれやんな、歯止めの紐ってなんかこう結構雑いやんな、みんなな、もうなんかここにクリーンって垂れてる人おるやんか、なんかこう垂れとって地面に当たるか当たらんかっていう人おるやんか、あんた見てたら逆にハラハラするやんな。じゃあ今度は乗り込みたいと思います。はい、今回僕が乗ってるのはキノプロヒアなんですけど、キノプロヒアをねガチで運転するんでね、初めてなんですよ。あのね、一回だけパパさんのトラックでね、よく新人の時横乗りした時に、どうやろう、100キロも走ってないかな、50キロぐらい運転させてもらってんけど、あ、プロヒアってこんなんなんですねみたいな感じでちょっと運転させてもらったけど、もうガチで長距離走るの初めてで、ね、最初ちょっと慣れへんかったんですけどね。はい、まあ何回か内装紹介してるから、まあ、全然運転とか大丈夫やって、マニュアル操作やったから大丈夫やったけど、昨日の夜ここセントラルパーキング着いてから上の電気の付け方が全然わからんかって、これ電気の付け方わからへんって言ってずっとボタン探しとって、これずっとボタン探しとってんか、ほんとに全然わからんわと思って、もう YouTube でもうなんかもう火のプロヒア、新型火のプロヒア、蛍光灯付け方スイッチとかバーッと検索したら、本舗なんか出てきたわ、俺が出てきたんかいみたいな感じで、そう、ほんとにスイッチ上にあって上かいみたいなさ。じゃあ乗り込みたいと思います。はい、ね、これがヒノプロヒアです。あ、もうここ茶色いのがもうプロヒアっぽいですよね。はい、じゃあステップが3段あってね、乗り込みたいと思います。よし、っていうかね、僕ねそんなのんびりできないんでね、もうとっとと行きます。はい、ただいまほんとね6時前なんですけどね、ここ瀬戸でシャワーを、しました。瀬戸ね、シャワー良かったです。じゃあほんなら出発します。結構ことあれどこだったっけ、スイッチこれがスイッチあってわからんかね、これ探す15分ぐらいせっかく。よっしゃ、ほんで行こうか。このプロヒア、このショートキャブのプロヒアな。よし、よし、このショートキャブのプロヒアやねんけど、ここに階段があんねん、2階に上がる階段が。だからYouTuber 向きですね、カメラ固定できるから。よっしゃ、ほんならもうね、昨日宮島のパーキングでパンとおにぎり買ったんでね、それを食べながらぼちぼち行きたいと思います。よし、ちょっと待って、もうな、出発前になったらやることがないっぱい出てくんねん、もう嫌なる。よいしょ、このショートキャブのなカーテンもう見えへんと思うんだけど、これな、なんかマジックテープでパチって止めるところまで回したらなんか届かへんねんか、もっとグッとやらなあかんのかなと思って、ほんで助手席の方見たらなんかこうマジック同士パチってやるんじゃなくて、なんかこうひねってケッて食い込ますような感じになって、おお、こうかとか思って、そう、ほんでやってます。よいしょ、やっぱりトラック種類によって機種によっていろいろみんな容量使い方がちゃうからあれですけどね。はい、ミラーが、ミラー、それミラーこっちだね、ミラーこの辺にボタンがあるんじゃないね、ドアにあんね、ここにあんね、乗用車みたいに。よっしゃ、ほんだら行きましょう。あれ消えた。よっしゃ、もうほんまめっちゃぐっすり寝た。11時ぐらいから5時まで6時間、6時間びっちり寝た。皆さんお疲れ様です。ゆっくり休んでくださいよね。めっちゃ短足やねんか、だからなんかちょっとうまいことポジションが合わへんな。何今のドーンって何、あ、上の蓋が落ちたんや、びっくりした。これ一回もうスーパーグレードで割ってドーンってなって何とか言うて、やっぱりトレーラーとは全然違う、もう大型はもう全然違う、シューっていう感じ。トレーラーはめっちゃもう一生懸命ミラミラが大丈夫かな、大丈夫かなと思いながら、そう。ああ、もうでも涼しいわ。もうお風呂上がっても涼しいから気持ちいい。な。
じゃあほんならね、このまま僕は阪神支店に向かいたいと